こんにちは、ペガちゃんです。稲妻レブンゴストライカーズ2013部質モードの方、今回もやっていきたいと思います。で、この実況なんですけども、パート78までは引き分けも負けもなく全勝だったみたいなんですよ。うん。なんですが、パート79、80、81、昨日の81、3試合連続引き分け中ということで、ちょっと今回はね、さすがに勝たないと、うん、俺イコール下手という、イメージがついてしまうので、ちょっと今回は勝っていきたいと思います。はい。あ、てかすでに下手なんだけどね。ってことでやっていきたいと思います。で、今回なんですけども、トライペガサスということでですね、相手どうしようかなと考えたんですが、ダークエンペラーズでいきたいと思います。ザ・フェニックスの時もダークエンペラーズでやってるので、今回もダークエンペラーズ相手にやっていきたいというふうに思っております。ということで、行きましょう。さあ、始めよう。さあ、試合前の準備だ。はい、ということで、フォーメーションこんな感じでいきたいと思います。で、今回なんですけども、トライペガサスということで、パート6でザ・フェニックスで、相手ダークエンペラーズでやったんですけども、その時にザ・フェニックスがダークトルネードに跳ね返されて失点するという、なんかすごい屈辱を味わったんで、ここから打つ。さあ、ダークフェニックス対ザ・フェニックス。ただ、遠距離なので厳しいかな。ほいほい。あーし。ダークトルネードか。ダークトルネード、あ、嘘。え、それ跳ね返す。今回はリベンジということになりますね。よろしくお願いします。で、チーム名の羽がオルタナ、あのですね、西垣がですね、トライペガサスをスピニングカットで止めたシーンがあったじゃないですか。あの時にペガサスの羽が折れたなって言ってたじゃないですか。で、その羽が折れたなと、有名 YouTuber のオルタナチャンネルのオルタナをかけました。はい。また大物 YouTuber をネタにしていくスタイルです。はい、やっていきたいと思います。ということで、行きましょう。はい。新大門中、チツ。あ、違いますね。土ですね。やっていきたいと思います。はい。俺もチツの中に入れていいわ。俺もチツの中に、俺の一物を入れたいです。はい。いきます。試合開始だ。試合開始だ。はい。ということでやっていきましょうか。はい。ダークエンペラーズですね。お、カズマルがいるじゃないの。ダークエンペラーズのユニフォームピッチピチでいいよね。ウルビダとかに着させたいんですけども。ちょっとね、今後もやってき、そういうのね、ちょっと今後ね、やっていきたいというふうには思いますけども。さあ、いきますか。とりあえずね、まず1点取りたいんですよ。まず1点取りたいんですよ。ノーマルシュートで。じゃないと、無理。勝てないと思う。ちょっとトライペガサスの威力がちょっと不安なので。あ、これ染岡さんだ。来た。言える。セクシー、ブルーキー、手押せ。バルキー、フラッグ。で、さあ。開始早々デーがありました。幸せです。さあ行きますか。行きます。さあまずは、一ノ瀬、ドモン。あ、くそー、ちょっとキーパー見てなかったな、今。打てない。これ、風丸ちゃんだ。あ、風丸かわしていく。もう一回。あ、風丸めっちゃかわすな。ダークフェニックス先に打たれたよ、これ。これ、打つ時の体勢だけはさ、外野ブレイクに似てるよね。うん、ちょっと、わかるかな、伝わるかどうかわかんないけど。うん。さあ、行きますか。これ、余裕のキャッチですね、余裕のキャッチ。さあ、行きますか。はい、一ノ瀬。ちょ、遠いけど行くか。まずこれ、アメリカの時の組み合わせ。さあ、どうでしょうか。突き刺され。ああ、マジシュートポケット、それで止められる。シュートポケットで止められるとか屈辱でしょ。ペガサスの羽が折れたなどころではないわ、これもう。ってことで、いきますか。一ノ瀬のエイリアマシリから点取るよ。人の限界を教えて。お、一ノ瀬に似てる人だ。さあ、ここいいよ。ああ、いやー、くっそー、マジかー。ポストに嫌われていく。今めっちゃ良かったよね、今ね。さあ、くそ、フェイクボンバー。
爆破されちゃった。さあこれはやばい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 。オッケー、キノコナイス。あ、キノコじゃない、キナコだ、キナコ。うん、さあ行きますか。来い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 よ来い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 よ。あ、くそ、もうなんか最近ボールよくバレるな。取るんじゃねえよ、ボールを取ってはいけない、ボールを取ってはいけないよお前ら。さあこれは、あーくそ、のこれ相手のヒーロータイム無駄にさせたので、ね、結構ね。さあさあ、オッケー、おお、ちょちょ、ソメオカさんかわす、オッケー、スプリングカット、スプリングカット。さあ一の手から一の手、走れ、スピードで勝て、オッケー、勝つことが正義だ。うん、お前 目見えないんじゃね、それその髪型、目見えないと思うそれ、ね、さあクイックドロー、クイックドロー、技のフォントがねめっちゃでかいよねこれね、邪魔だ。さあやばい、これ染岡さんが来てる、染岡さんが、これはワイマンクラッシュか。さあワイバンクラッシュでこれ正義の鉄拳でいけるでしょ、ダンキュンドカン、正義の鉄拳、鉄拳制裁ということで弾き飛ばしていく。さあ一の手が溜まってるよ、今度はですね、ライモンでの組み合わせでいきたい。じゃあじゃあ西垣くんな、西垣くんな、なんかはちゃめちゃなこれ、もうこっちでいいや、後半フォーメーション変えようか。さあ行きますか。さあどうでしょうか、デュアルスマッシュで止められていく。なんか最後にドヤ顔された、うん、腹立つな。さあ行きますか。今だ、コイルターン、くるくるされた、あーくるくる、あーまあいやいや、くるくるはまずい。さあ行きますか。オッケーオッケーオッケー、一ノ瀬走れ、走っていく、オッケー、一ノ瀬からこいつら力力うっせえな、うん、あダメだ。力っていうとさ、あの俺中山筋肉の中山筋肉のさ、あのネタを思い出すわ、パーって言って、パーって言う、うん、今の子たち多分なんかそれ伝わらないと思うな、うん、今の子たちとか言ってるけど俺もまだ17歳だからね。ということで、はい、後半なんですけども、遠藤がちょっと打ちづらい感じだなこれね。遠藤一ノ瀬土門の組み合わせを見たいので、こう行くか、こう行きましょう。で、一ノ瀬のうち一人をザ・フェニックスに変えていきたいと思います。はい、ということで行きましょう。ということで後半行きます。あ、またまた歌うと音してる、なんか風まで、なんかなんでこんなによく返すんだ。あ、くそ、これ近いな、ちょっとまずいかも。ダークフェニックスね、これはグレートザハンド、グレートー、さあグレートザハンド、オッケー、うん、やっぱり安定感が違うわ、遠藤守るは、うん、安定感が違え。さあオチがエースストライカーよね、あ、くそ、フェイクボンバーというかお前どっから爆弾持ってきてんだよお前。させないよ、いきますか、いっ、来い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 、あ、くそ、エンドが来ないと意味ないんだよなこれな。これはチェース、ドラゴンさん力を貸して、ドラゴンさん力を貸して、ミッシュトランス、ドラゴン、ドラゴン、オッケー、オッケーオッケー。さあさあさあ、一ノ瀬が溜まっている、
いきますか。遠藤ドモン来た。このトライペガサスのさ、あのホーってなんか鳴き声が好き。ホーってさ、シュートポケットで止められていく。ちょっとやばいなちょっとやばいな。もう後半も10分4試合連続の引き分けがなんかね濃厚になりだした。これはまずいぞ、うん、さあこれはノーマルシュートいけねえわ。くっそー、あの多分ノーマルシュートしかまだ得点源がないと思う。なんでまた強チーム狩り講座みたいな感じになってんだろう。やだな。さあさあさあいきますか。遠藤走れ、オッケー。遠藤のダッシュ、人の限界を教えてやる。お前も人だろって言いたいですけど。さあさあさあ、これはオッケー。もう一回言うよ。もうちょっと効率上げて。ブワーッ。はい、これオフサイドっぽいぞ。だよねだよね。もうちょっと早くに旗上げてほしいんだぞ。さあさあ行きますか。1 2、すべてを蹴散らす。スマザーは蹴散らすエキストラス。さあ行きますか。届くな届くな、オッケー。うん、これ言うとね喉潰れるんですよ。グレートマックスな俺、スーパースーパー。決まってくれ、マジで決まってくれ。あマジか、それ止める。強力だね杉森武史。頭ツンツンやろう。さあやばい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 、ちょ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 、まずい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 、届け、スライディングが届かない、届かぬ思い。さあいきますか。そう言うと思ってそう言うと思ってて、俺何も言ってないんだけどな。さあ、あくそ、やばいやばい、オッケー。キラキラーキラキラー、キラキラー。ええってことで、はい、俺もええがね、もう裏声にならなくなりました。さあ、オッケー。ボルケーノカット、ボルケーノカット。さあボルケーノカットから味方来い。力が溢れてきます。お前いつも力溢れてるな。さあさあさあ、やべえぞ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 、これやべえぞ。オッケー、ジャンヌの力を借りよう。さあ、そうそうそう、ちょ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 、またか、またお前、とろけとろけ、オッケー、オッケー、キラキラーキラキラーキラーキラー。さあさあ、はミッキーだよ。あ、なんもないすいません、はい。さあさあ、オッケー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 、来た来た来た、もうノーマルシュートでしか点取れねえから。さあ、来い。人の限界を教えてやろう。うん、ちょ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 ダメ、こうなったか。はいはい、ということでまた引き分けです。すいませんでした。しかも今回得点シーンがゼロというつまんねえつまんねえということで、はい、まあそういう感じで終わりましたけども、まあトライペガサス打てることができたんでよかったです。はい、次回なんですけども、まあこのような感じでやっていきたいと思います。あのですね、本当にもう今回勝ちに飢えてるので、急遽、ガチチームちょっと結成してですね、レジェンドジャパンにちょっと、レジェンドジャパンの、チームレベル3に、戦っていきたいと思います。で、あとですね、一つね、ちょっとね、これ、渾身の企画でございますけども、怪我人イレブンということで、あの、大きな怪我をした選手をちょっと集めた、チームをやっていきたいというふうに思っております。
で、あとなんですけども、五条ハーレムということで、五条以外を女子選手で集めたチームをやりたいなと思います。この3本で、来週もやっていきたいと思います。来週はですね、第9も含めて、ね、3連休私ありますので、ちょっとね、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バトル。